こんばんは。やっほー。よいしょ。そう、今日はそう、いろいろあってこんな髪型です。そうね、ちょっといつもと違う感じにしました。上がすごいの、上がすごい感じね。あんまりこんな薄いのしないけどね、いい感じ。すこ嬉しい。そうなんです、服もねおしゃれしてます。嬉しい。そう、今日はね、今日は東京にいるんですよね。東京に来ました。喉は、うん、昨日よりかは全然大丈夫。あんまりそう喋りすぎたら咳が出るんだけど大丈夫です。だいぶ喉は痛くなくなった。体調もいい感じ。咳がね、そうそうそう、ちょっとまだ喋り慣れてないですね。よかった。そうなんです。大丈夫です。そう、今日は影かきしたりして、あとそうジャケ写が、新しいジャケ写がね公開されましたね。見ましたか？私は劇場版と通常版 B になってます。そう、通常版 B は真ん中におります。いい表情してましたか？あれはね、朝日、そう、朝日が本物で、で、うん、なんだろう、後悔してるけど前向きな気持ちみたいな感じです。後悔はしてるけど前向きみたいな、そんな顔してました。まあ、いろんな表情したんだけど、結局選ばれたのは完成のやつでしたね。そう、あれ朝日なんですよ。確かに夕日にも見えるのかな。朝日ですね。そう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 、いい感じ。
という感じですね。確かに太陽です。太陽お疲れ様ですよい。あ、大丈夫かな。今止まったかな。そう、かっこいい、かっこいい感じですね。じゃ、化粧。そうだね。衣装がさ、今回よく見えるよね。あ、止まってなかった。あら、よかった。よかったです。じゃあ、そうなんよね。あ、全然全然体調いいんですよ、ほんと。ありがとうございます。今日は、今日の夜ご飯はフルーツです。すごいね、いい、いい、いいフルーツをいただきました。シャインマスカット、イエーイ。あ、でもさっきホットドッグ食べました。ホットドッグ、そうなんよ。ビタミン取らなきゃ。リスみたい。リスみたいに食べてる。分からん。そんな食べ方してる私。恥ずかしくなってくる。あげない。うん。赤ずきんちゃん来た。あ、ももビリーさんありがとう。赤ずきんちゃん。ももビリーさんありがとう。ももビリーさん、なんか可愛い髪型の時よく。
分かってきた分かってきた。だから言って今日誕生日やったらごめんね可愛いって胸がこう高知のメロンだって。これも食べる。あ、お誕生日かな メミフィーさん、お誕生日おめでとうございます。サイヤン推しの1年にしよう。うん、タワーの俺、ちょっと明日します。あれ、よいしょ、とよいしょ、めっちゃいいですいい匂い、いい匂いの顔じゃなかったかもなまだ開けてないのにいい匂い。美味しいね。うん、髪伸びてる。髪伸びた。大人、やっぱ髪伸ばしたら大人っぽくなる。テンション高お。よいしょ。そう、
何じゃ昨日とは違う。確かに昨日のこと覚えてないかも。やばい、こんなにメロンを独り占めして、ああこんなに独り占めして、やばい、ずっと泣かれてるずっと泣かれてるわ、ね、なんかこんなにいいんかなって思ってきた。でも今日はそういっぱい書いたから、いっぱい書いたからね、うんうん、ありがとう。そう、あげたくないの顔。嘘だよ嘘だよ、あげる、まだある。まだあるけど、これは明日。これは明日だよ。これは。よしよし、もう食べれません。
冷蔵庫入れとこうか。冷蔵庫とこか。よろしくお願いします。冷蔵庫入れときます。忘れるかも。でも明日の朝ごはんって思っとけば食べるけん大丈夫さ。今日ね、可愛いんですよ私。シャツもね、可愛い。ダボ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 ね。そう、私の好きなポイントこれ、ここにね、なんかバッチがある。バッチこれいいよね、こういうの。あとここにボタンがあるから、ボタンをね取って取ることもできるんだよ。取ったらどうなんだろうね。取ったら、でも私がしたらもうおしゃれになんないかな。あんまりおしゃれになんないかな。こうこんな感じになるんだけど、多分もうちょっと、可愛いです。可愛いです。私がしまっておくのがいいかもみたいなね。完全に、いやでもね、完全にも取れるよ。全部ボタンでした。半袖にもなるね。うん、いや、そうです。これ本当はさ、カチューシャもあるんだけどさ、ここで結んじゃったからできなかったんだよ。カチューシャもね、そう、あのね、セットっていうか、あのそう、一緒にあるんですよ。ごめんね、なんか咳ばっかり。そうなの。やったね。同じ色であるんだけどさ、ちょっと違うか。こんな感じになるけど、もっとなるはず。ここで引っかかる引っかかってしまうけど、こんな感じです。そう、結構厚みある。うん、全部見た方がいいのか。
で、ボリュームがあれなんだけど、こんな感じです。ははでも、そう、ここちょうどハーフツインしてるんだよね。髪型何にするかさ、迷ったよね。でも直感でハーフツインにしようかなって思って、そしたらよかった。ヘッドホンテント、よいしょ。あ、お腹いっぱいだ。直感、うん、直感でしかあんま行動しない。なんか薄い。そう、途中までハーフツインしてもらって、でもやっぱなんかちょっと違うかな、ちょっと違うかもと思って、やっぱり普通の巻き下ろしにしようかなって言いかけたけど、いや、やっぱいいかと思ってハーフツインにした。よかった、いい感じだった。うん、結局ね。ありがとうございます。そうだよ、そう、でも、そうなんや。高尾は、どんな髪型でも似合うって言われると。だから、そう、ハーフツインって言っても、あ、いや全然いいよ、みたいな感じで、おー、みたいな。おー、みたいな。何でも似合うからね。そう、なんかメイクももうアーシャの時より、アーシャの時より薄くって言われたけど、まあ高尾ちゃんまあ心配ないけど心配ないわ。そう、うれしい。安心感あるのか。そうなんですよ、信頼感あるんか。よいしょよいしょ。ですね。
最近そうよね、感情移入、感情移入してきた感情移入。あ、なんか電池がなくなったっぽいんですよね。あと 20% ですって言ってた。そう、あんまり今日長くはしないですよ。面白い。今さ、家族とさ、グループラインがさ、動いとってさ、面白い。なんかお兄やんがなんか表彰されたらしいん、なんか表彰されて、うん、そうだからお母やんとかは頑張った甲斐があったねとか言ってるけど、私がまあまあすごいなってまあまあすごいなって言ったら、弟親が少し偉いとかそしたらお母やんがズコーってスタンプ送ってきて、そしたら次は弟親がなんか俺もこんなすごいことが起きたみたいなこと言ってきてから、私がまたまあまあすごいなって言ったら、お兄やんがちょっとすごいなってな、にこの、なにこの張り合いみたいなね、そうね、何この兄弟よね、そうなんよ、そうなんよこれが面白いね。しかもなんか表彰状となんか横にラーメンがあったんよね、多分プレゼントかなんか分からんけど、ラーメンのなんかあって、だけん私がラーメンくださいってラーメンくださいって表彰のことよりもラーメンくださいって、そしたらえっていう謎のスタンプ送ってきた。これは面白かった。ラーメン欲しくなった。美味しそうだったら、何の表彰、いやこれはちゃんとそうすごいすごい賞すごい、本当にすごいんだろうなと思うけど、そこをあえてまあまあすごいそこをあえてね、あえてまあまあすごいな、そう、でもそれはちゃんと伝わってると思う、すごいと思っていることは伝わってるよ、うん、で弟親が言ったことも確かにすごいすごいことだなと思ったけど、まあまあすごいなって言った。そう、
そうレベルが高い、本当にレベル数、本当は本当はレベルが高い張り合いをしていた、張り合いっていうか、でもね、そう普段ね、そんなに自分こんなにすごいんだぞみたいなこと言わないから珍しい。そう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 ね、やり返されそう。そう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 。そうそうそう。まあ私はね、写真集の発売が。写真集発売があるんで、うん、これはすごいこれはすごい、でも多分まあまあすごいなって言われるんだろうね今言ったら。そうだよ。でもね、本当にね、本当にね、すごいんですよ。その写真集発売もすごいけど、さらにさらにね、さらにさらにね、きっといろんなことがね起きるから。みんな、みんな、みんなが思ってるよりも、もっともっと、起きるかも。うん。だから、準備しといてくださいよ。ダメだよ。ちゃんと。ちゃんと2023終わるまでちゃんとちゃんとね、全部ね受け止めてくださいね。本当に全部受け止めないと。よろしくだよ。え、なんだろう、心の準備っていうか、もう何が起きても何が起きてもなんかみたいないいねみたいな、何が起きてもいいね、サーヤンの、サーヤンが一番そう、何が起きてもサーヤンが一番。そうだよ、嬉しいことだよ。はい、あれはしません。あれはしません。はい。あれはしませんよ。先にね、そう、いらぬ、いらない、いらないやつはちょっと置いといてし、いらない心配はちょっと置いといて、まずいとこ行ってきましょう、はい、あれしませんよ。それよか、それよか、それよか、もう嬉しい、嬉しい、話でね、嬉しい話でもう
こんな風にならないかっていう。安心してくださいな。そう、でも先に言っとかんとさ、結構みんなさこうなるじゃん。今までの感じから言う、なんか見るとみんなってなるから先に言っとこうと思った。1000円が一番、1000円かわいい、よろしくお願いします。そうです。そっか、そういう心配もしちゃうんだね。モデルさんじゃないね。モデルさんなりたいけどね。モデルさんなりたいな。そうなんよね。ファッション誌ね。まだ乗れてないもんな。写真集関連ですね。
そうそうそう。そうそう。チェックよろよろです。チェックよろよろ。よろよろです。違う。ぼちぼち、ぼちぼち終わるかな。うん。授業しないよ。みんまだ握手会してないじゃん。言っちゃった。そうよ。まだまだ。作りたいしな。まだ会いたいし話したいしな。まだまだ会いたいし話したい。押してくださいね、皆さん。押し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 。押すしかないよ。押し押し。あはは。今日ね、楽しみだな。新しい櫛買ったの。この前セットで安くなってた。じゃあ買ったら読みますね。このね、どっか東京とか来た時用にね、買おうと思って。なんかすごそうな
やばい、ストレートになっちゃう。ストレートになっちゃう。危ない、ね、後で自撮りするから。ほんとよ。あとこれは髪のオイル、髪のオイル、ピンク、かわいい。しかもめっちゃいい匂いがするんやこれ。広島で買った。めっちゃいい匂いする。これシアバターとスイートアーモンド。楽しみピンクかわいい。これと櫛がセットで売ってあった。数量限定って書いてあって、数量限定に弱いから私は買うしかない。冷蔵庫電源入ってるよ。顔の体操。ボサボサになった。ね、チークの色かわいいよね。メイクさんがね塗ってくれた。何色なんだろう。ピンクの、ピンクチーク。最近自分でも買ったけどよくわからん。もう今度そのメイクさんに会った時に、あの時のチーク何色ですかって来ても、え、覚えてないって言いそう。じゃあ見ますね。モモビリーさん、ミミフィーさん、F 渋谷さん、バリーさん、犬ちゃん、神戸のヒッキーさん、オーサムさん、高尾温泉、さやかの湯さん、うん、炭酸せんべいさん、円王さん、台湾のコウさん、マイセンさん、高蔵さん、青い鳥さん、セイヤンさん、二学期はバッキリンさん、ウォッピーさん、カタムツーリさん、ヒロトさん、ラックアンさん、ミッドナイトシュガーさん、キチネさん、キャピさん、サトケンさん、トキさん、ホタテ様、ジンタさん、ハヤリンゴさん、メガバイトちゃん、みかんやさん、かきひろさん、ハンちゃん、シンジさん、りょうへいさん、ありがとうございます。じゃあ、ありがとうございました。バイバーン。バイバーイ。
がとうございました。またね、おやすみなさーい。